はい、では大丈夫かな、始めていきます。そうですね、セッションのタイトルとしては、環境変化の激しいワードプレスのメンテナンスをどう考えるかというものとなります。はい、最初に自己紹介、遠藤と言います。フリーランサーで、ワードプレスの、ね、コミュニティだとタヌキさんと呼ばれているので、どこか、ね、このあと交流ルームとかで見かけたりとかしたら、タヌキさんって呼んでいただければ、私が、反応します。コミュニティ活動自体は、割と昔からやっていて、あんまりこういう登壇する機会はなかったんですけど、今回、登壇させていただくことになりました。仕事はもう本当にワードプレスのことですね。あとはサーバー周り、VPS だったりクラウド周りのことをやっています。はい、先ほども、ね、注意事項あったんですけど、前半のセッション、私がやるところは、基本的な部分のまとめとかおさらいみたいなものです。で、これを踏まえて、パネルディスカッションの方で実際のところどうなんだろうみたいな話を、していきたいなと思ってます。はい、で、スライド自体は後で、公開します。なので、細かくメモるとかそういうことはしなくても大丈夫です。はい、数字とか結構出てくるんですけど、後で公開するので、はい、心配しないで大丈夫です。で、WC 東京でつぶやいていただけると反応を見れて嬉しいので、よろしくお願いします。はい、では入っていきます。まずというか3つですね。動作環境、ワードプレスがどういう動作環境で動くか、ワードプレスのアップデートはどういうものなのか、で、ワードプレスの、あとはメンテナンスですね、最終的なところのお話です。はい、皆さんはワードプレスがどういう環境で動いているか、で、皆さんは、ワードプレスユーザーだと思いますので、ある程度、知っているかと思いますが、一応基本として、おさらいしてみましょう。はい、動作環境としては、ウェブサーバー、アパッチとか NGINX とか呼ばれるウェブサーバー、あとは PHP、 あとは MySQL と、それに互換するデータベースです。最近ではですね、SQLite の対応も進んでいてですね、ブラウザ上でワードプレスが動かせるっていう、ワードプレスプレイグラウンドみたいなものも開発されています。これに関しては別のところのセッションでもお話があったかもしれないです。はい、で、ワードプレスにも、もちろん推奨環境というものがあって、数字とかは後で確認していただければいいんですけど、このように Apache HTTPD だったり、NGINX だったりっていうバージョンが、決まっています。で、このあたりに関しても、make.wordpress.org っていうところに、情報が載っているので、ここも随時更新されていくので、気になる方は、チェックしていただければと思います。はい、で、そうですね、PHP、ここが実は一番気になるかもしれないんですけども、WordPress 6.3 ですね、一番今、最新バージョンです。は PHP 8.1 と 8.2 です。なんでこうなってるかというと、8.0 は、来月にセキュリティサポートが終了します。はい、このセキュリティサポートというものに関しては、また後でちょっとお話しします。で、6.3 から、PHP5.x、 5系では、動かなくなりました。はい、サポートが切られました。はい、っていうのも、知っておくといいかもしれないです。で、次、データベースです。データベースね、割と複雑で、いろいろ、種類があったりとか、クラウド系のデータベースだったりとかで、いろいろあるんで、ここに関しては、実際ね、自分が何を使っているかとか、そういうのも見つつ、参考リンクだったりを後で確認していただければと思います。はい、で、じゃあサポート期限、今さっき言ったやつですね、これは何なのかっていうと、バグとかセキュリティのこう問題が発見された場合に修正が行われる期限です。ということは、このサポート期限が終わってしまうと、バグとか何か問題があっても、それは、一切修正されません。はい、で、一般的なソフトウェア、Windows の OS だったりとかね、ああいうものにもサポート期限というのは存在していて、それぞれプロダクト、PHP だったり MySQL だったり、もうそれぞれのプロダクトによって、期限の考え方が違うので、制作側だったり開発側はそれぞれを把握しておく、ある程度、理解しておくということが必要になってきます。はい、じゃあ PHP のサポート期限見てみましょう。8.0、さっき言ったように、あれですね、11月26日に切れます。はい、で、8.1 もですね、来年、8.2も再来年
っていうふうになってるんですけど、割と古くからこのウェブ業界に関わってる人って PHP のバージョンなんか早くない、切れるの早くないっていうイメージを持っているかと思うんですけど、それは多分 PHP5 のイメージですね。約13年間サポートされてたんですね。それが PHP7 になって約4年間になった。で、8に関しても同じように4年間ぐらいだと思われます。なので大体この4年、まあ、ないし、これに合わせるような形で、環境もしっかり更新していく、変えていくっていうことが必要になります。はい、MySQL に関しては、この後、MariaDB のものも出すんですけど、割と複雑です。ちょっと互換のあるものというかが割と多くてですね、ちょっと複雑なので、ここに関しては、調べていただければと思うんですが、ただ、レンタルサーバーとかで利用されているものは MySQL 5.7 だったりとか、今 8.0 に多分なってると思うんですけど、 5.7 で今まだ、動いているものっていうのは、今年の10月にもうサポートも切れてしまうので、できる限り乗り換えたいなっていうところではあります。はい、で、じゃあ統計情報を見て世界のワードプレスはサポート期限内でどれぐらい動いているかですね、ちょっと見てみましょう。はい、統計情報に関しては今日さっき、API から取得してきました。はい、さっきのデータです。細かいデータはスタッツっていうページがあります。なのでそこで細かいデータは見ることができます。はい、はい、ワードプレス、最新版の利用率 60% ぐらいですね。実は結構高いです。6.3 以上なんで、6.3、6.3.1、6.3.2 って、出てるんですけど、6.4 が、11月7日リリース予定になるので、大体、このぐらいが今のところの上限なんじゃないかなっていう感じですね。自動更新がデフォルトになったことでかなり改善されてます。昔多分 50% いかなかったです。で、ワードプレスのメジャーアップデートのリリースサイクルは約3ヶ月から4ヶ月なので、アップデートをするっていう作業はだいたいもう1年に3回くらい、3回か4回くらい、かかってくるっていう、イメージでいていただければと思います。じゃあ PHP、 これもうグラフではもう、PHP8.0 サポート範囲外に入れてます。そうすると 16.3% です。1ヶ月後に切れるサポート期限が切れるものが、全然移行が進んでいません。はい、で、レンタルサーバーだともう 8.1 とか 8.2 とかを選択できるようになってたりします。なので、これは、制作側だったりとか、メンテナンスする側がしっかり対応していく必要があるっていう話になりますね。で、じゃあ、MySQL、 これも 5.7 のサポートをもうちょっと範囲外としているともうこれも 50% 以上、40% 未満かな、がまだ、がサポート範囲内ですね。全然進んでないです。ただ MySQL の場合、パッとじゃあ切り替えられるかっていうと、なかなかそうもいかなくて、一回エクスポートしてインポートしてみたいな作業が必要になってきたりとかするので、ちょっとここは、難しいところではあるかなと思います。で、じゃあ自分の環境、自分のワードプレスがどういう環境で動いているかっていうのを知るには、じゃあどうすればいいかっていうと、ツール、管理画面のツール、サイトヘルスっていうところがあるので、そこで、見ることができます。はい、ここは環境を見るでも本当に全部載っているので、誰かに助けてほしいとかそういう時にもここの情報は出してあげるとスムーズにいくことがあります。はい、じゃあ次、ワードプレスはなんとか、その環境ですね、周りの環境は何でアップデートされるのかという話です。アップデートが行われる理由としては、利用者が使いやすい形、ワードプレスとかはそうですね、一般的なユーザー、制作側ではなくて一般的なユーザーですね、が自由な形でウェブサイトを自由に、変更したりとかっていうことができるようにする。で、それによって運用方法だったりを、いろんな方法で、運用形で実現できるっていうことですね。で、今行われているものの、もあるんですけど、未来の機能、こういう機能をつけたいよねっていうところの、布石になる関数だったりとか、そういうものを追加するっていうアップデートです。はい、いきなり
ガラッと変えてしまうと、まあ、ユーザー側も混乱するし、開発側も混乱するっていうことがあるので、徐々に入れていくっていう作業がですね、必要です。はい、次。アップデートが、そうですね、ウェブ環境とかね、動向に合わせた機能、まあ、これ、XML サイトマップだったりとかみたいなものは、まあ、昔はね、プラグイン入れてっていうのが当たり前だったんですけど、今、ワードプレスのデフォルトで、まあ、吐き出されるようになってたりとかっていうのがあります。はい、で次、処理負荷や軽減や処理速度の向上、今、ワードプレスにはパフォーマンスチームっていうのがありまして、負荷の軽減とか処理速度の向上を専門に行うチームがあります。なので、まあ、より、早い環境、より、管理画面が、ね、表示が早くなったりとかっていうのを研究さ、どんどん改善されています。なので、ワードプレス、新しいバージョンの方が処理速度が速いです。はい、で、まあ、一番ここ大事なんですよね、セキュリティに対する問題、ちょうどワードプレス 6.3.1 の後に 6.3.2 が 出たんですけど、これ、セキュリティリリースです。はい、何らかの、脆弱性だったりとか出たときにそれに対して対応するリリースです、はい、これはもう本当に安心して使い続けるための対応ですね、はい、で、こういうアップデートを、エンドユーザーが安心して安心安全に利用する、まあ、エンドユーザーが快適に利用するっていうのが、まあ、アップデートが行われる理由なんですけど、それをサポートするっていうのが、まあ、メンテナンス、我々そうですね、メンテナンスをする人たちの役割です、はい、じゃあそのメンテナンスって何をするのかっていう話ですね、はい、これ私が書いた、前の記事かな今あるんですけど、まあ、ワードプレス本体のアップデートだったりとか、テーマのアップデート、プラグインのアップデートですね。あとはもうこれ忘れがちなんですけど、ワードプレスとかウェブ技術に関する情報の収集も、メンテナンスをする人の、まあ、タスクに入ります、はいね、で、まあ、サーバーも割と同じなんですけど、クラウドとか VPS の場合は、OS とかミドルウェアとかソフトウェア、他のソフトウェアですね、のアップデートも行っていく必要があります、はい、じゃあで、まあ、もう一つ重要なのはコード、ワードプレスね、もちろん PHP だったりとか、まあ、HTML だったりとか CSS だったりとか作られているんで、それを環境が変化すること、ね、PHP がバージョンが上がりましたっていうのだったりとかに対する、不具合の修正だったりとか、まあ、表示崩れの修正だったりとか、あとは、PHP もそうですし、ワードプレスもそうなんですけど、関数が非推奨になっていったりっていうことがあります。そういうものに関して、修正を行ったりとかっていう作業ですね、まあ、一般的にはもちろん開発環境で試してから本番環境をやりましょうっていうのが基本です。で、まあ、ただ大規模、まあ、とか中規模とか、まあ、そういう規模がちょっと大きくなってくると、またちょっと違ったフローが出てくると思うので、そういうのはもう、個の対応ではなくて、組織でしっかりこうフローを作って対応する必要が出てきますねっていうことです。はい、まあ、というわけで、何も起こらずに安定して運用し続けることは、まあ、メンテナンスをする、まあ、目的というかね、はい、大事なことですね、はい、で、まとめです。重要なのは、ウェブサイトの運用が滞りなく安全に行われることです、はい、何も起こらないようにするっていうのは変化をさせないということではないです。環境を変えない、アップデートをしないっていうのは何も起こらないようにするっていうことはないです。環境の変化は当たり前、これはもう必須です、はい、であることをもう、制作側、開発側はしっかり理解しましょう。で、その上で運用上の問題が起こらないようにするっていうのが非常に重要です、はい、ですね。で、サイトの規模とか目的とか予算、まあ、もちろんね、金をかけまくればいいってわけでもない。それに応じてしっかり適切な体制を取るっていう、取れるようにするっていうのが、まあ、ウェブサイトとかね、メディアをね、腐らせないようにするために非常に重要なものであると言えます。はい。はい、ここまでで終了です。ありがとうございました。じゃあ早速今日お越しの皆さんにちょっと準備中に聞いておきたいんですけど、今日
まあ、この話聞いて、私実はワードプレスの開発とか運用とか全然関わってないブロガーとかなのでちょっと難しかったけど、なんかすごい大変なことは分かりましたみたいな感じかもしれないんですが、運用ベースで開発とかじゃない方ってどれくらいいらっしゃいます？あ、2割くらいかな。はい、ありがとうございます。開発やってますっていう方どれくらいいらっしゃいますか？あ、半分、6割くらいかな。開発と運用をつないでるディレクターみたいなことやってます、ディレクションやってますっていう方、あ、1割2割、だいたい運用とちょっとパラパラとあれですね、はい、もうちょっと聞いてみようかな。ワードプレスの経験年数いつも聞いてると思うんですけども、10年から10年くらいやってますっていう方、10年以上やってますっていう方、あ、結構いらっしゃる。これは話が面白そうな感じ。じゃあ5年、1年から5年くらい、5年未満ですっていう方、最近始めた方も含めて5年未満、あ、でも3割くらいかな、はい、じゃあ5年から10年くらいですっていう方、お、何気に10年くらい多いっすね。強いぞ。はい、ありがとうございます。ちなみにたぬきさんのセッション聞いて、メンテナンス俺は自信を持ってやってるぜっていう方どれくらいいます？あ、手上がった、手上がった、すごい、ありがとうございます。すごい、偉い。すごいな。あ、大丈夫です。あ、いや、どっち行きます？あ、じゃあそっち。はい、あ、これ、あ、いい、いらない、じゃあ、ではじゃあディスカッションタイムと参りましょう。ファシリテーターの小杉と申します。改めましてよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ早速もう今日のディスカッションテーマ3つあります。時間内に本当に終わるかどうか、私はファシリテーター時間を終わらせる役目なんですけど、まずじゃあ聞いてみましょう。自己紹介も兼ねてなんですけど、川合さん、ワードプレスのメンテナンス苦労したことありますか？はい、あ、川合と申します、よろしくお願いします。私ウェブ制作歴25年ぐらい、ワードプレスは12、3年ぐらいなんですが、メンテナンスは本当にいつも苦労してます。はい、で一番苦労しているのが、10年ぐらい前に作ったワードプレスサイト、いまだにメンテナンスしてるんですが、いまだにメンテナンスしてるっていう方、はい、10年ぐらい経ってる、あ、いますね。これぐらいに作ったサイト、あと自分がワードプレスをやり始めて 2,3 年ぐらいの間に作ったサイトが一番めんどくさい。はい、まあ、その辺の話よくしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。小島さんいかがですか、苦労してること。小島と申します。僕は約20年ぐらいレンタルサーバーの会社で、まあ、サポートやったりマーケティングやったりしてたんですけども、今はフリーで、制作会社さんとか、代理店さんの、まあ、裏方として働いてるんですけども、どっちかっていうとPHP やめるぞっていう言ってきた側なんですけど、やっぱり人によってだいぶお客さんの層とかサイトの規模とかによってもだいぶ違うなというのを感じてて、まあ、小さいサイトをやられてる方、まあ、当然レンタルサーバーにこう問い合わせをしてくる方エンドユーザーさんの方が多いんですけども、まあ、PHP の話をしたときにそれ私関係ありますかって言われたこともいくらでも関係ありますかって思ったことある方制作関係の方はさすがにおられないですけどもエンドユーザーさんからはまあそういう声があって、で制作会社さんに今お尋ねてくださいと言っても、あ、もう作ったままで、付き合いないからみたいな話でうやむやになってしまうということが多かったので、まあ、その辺がちょっと困ったかなという気は経験があります。あ、作ったサイトがちょっとうやむやになったことある、うやむやにしちゃったことあるっていう方こっそり手を挙げてもらって、あ、いますね。はい、ありがとうございます。はい、たぬきさんはいかがですか、こう苦労したこと。もうなんかあるよねっていう話をもうお二人がしてくれたんですけど、まあ、あとはそうですね、自分が作ったものじゃないサイトの補修って、まあ、補修めちゃくちゃうなずいてますけど半分くらいの方うなずいてますけど、はい、これはねなかなか厄介なところがありましてね、やっぱりね、うん、どこに何が書いてあるのかわからん、まず手を挙げてもらうし、はい、ちょっとそれ苦労しました。半分いっぱい上がった、ね、7割くらい上がってる、はい、ですよね。そう、やっぱり制作でね、制作して終わりみたいな方もやっぱりいて、そういう方のこうでやっぱりねエンドユーザーさんが困って保証お願いしますみたいな、メンテナンスお願いしますみたいなことがやっぱりあるんですよね。そうすると、まあ、どういう作り方をしているのかを探るところから始めるっていう、うん、っていうのがやっぱりそこは
辛いというか難しいですよね。はい、ありますね。まあ、あと金銭面のこととかもあると思うんですけど、うん、ちょっとじゃあこのなんで私たちこんなにワードプレスのメンテナンス苦労するのかというところをもうあと5分くらいはーって言いながら皆さんもうんうんってうなずいていただいたりですけど、うん、どうですか、はい、河合さん。先ほどのたぬきさんのセッションで最近はワードプレスってコアのセキュリティアップデートが自動でできたりとかプラグインが自動でアップデートできたりとかいうことになって最近はもう本当にメンテナンスしやすくなったと思うんです。ここ 2,3 年ぐらいから作ったサイトっていうのはで一番問題なのが10年ぐらい前でその頃私がワードキャンプとかに参加するとこうセッションスピーカーの方がですね親テーマをいじっちゃいけないだから固テーマで開発しましょうっていうのがすごく流行ってて。ちなみに今も固テーマで開発されてる方どれくらいあります？意外と少ないですね、はい、でその時にやり方として親テーマのテンプレートをコピーして固テーマでいじっちゃうっていうのが結構主流だったんですよ。であとはプラグインをたくさん入れると相性問題があるからファンクションズ PHP に書きましょうってすごい言われたんですよ。はい、ファンクション PHP めちゃくちゃ書き込んでますっていう方どれくらいいます？あ、でも4割くらい、はい、3、4割ですね。でその当時は良かったんですよ。それでもで、なんで最近すごい問題になってるかというと PHP の 8.0 がダメになって 8.1 になると昔10年ぐらい前に書いたファンクションズ PHP のコードがやたらとワーニングを吐き出すこの変数は定義されていませんよ、うん、for each に配列以外を入れちゃいけませんよってみんなうなずいてるんじゃないですかめちゃくちゃうなずいてますね、はい、こういうのがずっと大丈夫だったのにここ数年でボロボロ出てきてでなんで僕こんなコード書いちゃったんだろう自分の行動になんで誰が書いたんだこの行動って思ったことある方いらっしゃいます？ああいますね。なんかまっすぐ手を挙げていただいてで大体それってどっかのブログに書いてあってそうコピペしてわけも分からず貼ったやつだ、ね、今だったら分かるんですよね。このコードはこういう意味だから。でもやり始めて 2,3 年ぐらいの頃っていうのは分かんないけど、うん、納期までに間に合わさなきゃいけないからとりあえずすごいうなずきが見えるコピってきてもうとりあえず作る、うん、できた。でとりあえずしばらくはエラーも何も出ないからこれで大丈夫じゃんっつって OK っつってでまあこれでちゃんと動いてるから別に補修費用とかそんないらないよねで僕の昔のやつって月5000円ぐらいで契約しちゃって地獄の始まりですね。で今メンテナンスの工数が1月に 5,6 時間とかかかっちゃう。下手すると1日かかっちゃう、ね、完璧に赤字っていう、はい、自分で作ったものを自分でメンテナンスして正しいものに書き換えるっていう作業が今やっておられると。自分で作ったから誰にも責任を負わせられない大変ですね。小島さんはいかがですか？僕は自分で作るってことはないんですけど今その制作会社さんとかの裏にいる関係で人の作ったやつをめちゃくちゃ見るあれがあって、うん、もうハードコーディングされてるやつとかってめちゃくちゃ多いですよね。どこに何が書いてあるか本当にさっきも話ありましたけどもこれどうしたいのとか俺これ直していいのかなという時も。ちなみに分かんない方いらっしゃるだからハードコーディングって何ですか？PHP に全部内容から固定ページの内容を全部 PHP の中に書いてるっていうケースが非常に多いですね。やったことあるっていう方います？ああいますよね、いますよね。わかります。これワードプレスの意味あるってやつ。そうですねワードプレスじゃなくてもいいんじゃないのっていうのはいっぱいありますよね。それがわかんないんですよね昔は固定ページをページなんとか PHP で書いた方がスピードが速いって言われてて。そうありましたね。ファンクションズ PHP もありましたね。ファンクションズ PHP に書いた方が処理速度が速いとかっていうのありました、ね、プラグいっぱい入れるんだとかね。それで私が他の人から受け継いだやつでページなんとか PHP が100個ぐらいあるのとかうわ見たくない、はい、ご愁傷様です。であと金銭面のねさっきちょっと予算オーバーという話出ましたけど、うんうん、そのあたり小島さんやたぬきさんはいかがですか？やっぱりね
こうサイト制作の時は割と予算が取れるんですよ。ただじゃあこう書き直しましょう、直さないと使えなくなりますよっていう時は取れないんですよ、やっぱり。ちなみにおいくらかかるんですか？サイト規模によりますね。あともう本当にさっきみたいに PHP100 枚とか言われたらどんだけかかんだおいみたいな話になっちゃうんで。ありますよね。まあ、なのでちょっとね、まあそういう意味ではもう本当に規模感というかもう状況にもよると思うんですけど、まあなんだろう、作り直した方が早いよねっていう話を大体します。作り直した方が早いよねっていうケースにあったこと、どれ方どれくらいいらっしゃいますか？うわー、やっぱ多い多いですね。はい、今の話なんですけど、私がほんのつい 2,3 ヶ月前に言われたことで、ワードプレスのアップデートをしないと、これから先いろんなことで問題が起こります、だから費用がこれだけ必要ですって言うと、なんでそんなことにお金を払わないといけないのってお客さんがいらっしゃるんですよね。でそのお客さんの言われることはどういう、こう意図で言われてるかっていうと、私たちは公開当時のことがただできればいいだけなのに、そのなんかアップデートだかなんだか知らないけどお宅の都合じゃないのって言われちゃうと何も言えない。 Windows もアップデート入るのにね、不思議ですね。いやでもそういう人って Windows 7未だに使ってたりする。小島さんはいかがですか？いやユーザーさんとかも本当多いですよね。セキュリティアップデートとかを何も考えない人っていうのが、そう、あのね、本当に言われるのがオタクが導入したシステムなんでしょって言われるわけですよ。言われたことある方いらっしゃいます？オタクが、あポロポロといる。で例えばプラグインがなんか使えなくなりました、何かで変わりました、でこれ変えないといけませんって言ったら、オタクが選んだプラグインでしょ、オタクは責任取りなさいよって言われてしまう。まあ、そこにメンテナンス費用というものが入るんですけどね、ね、制作の方たくさんおられるんですけど、毎月そういう運用保守費用っていうのを毎月定額でもらってるっていう契約をされてる方ってどれぐらいおられるんですか？半分、結構聞きたい、もらってない人、もらわずに保守をしている人、実はもらわずに保守を何とかしなきゃいけない状況なんですっていう。やっぱおられるんですね。いますね。辛いですね。辛いですね。本当にワードプレスで作った時に保守費用を払いたくないってお客さんはやっぱ少なからずいらっしゃって、でそういう人ほど後からお金がいるっていうと、そんなお金払えるわけないやろってこう言われてしまうわけです。じゃあ結構メンテナンス のちょっと具体的な話してもいいですか？メンテナンスの月額、2万以下でやってますっていう方いらっしゃいます？2万以下、2万以下、いやお疲れ様です。はい、じゃあ5万円以上です。5万以上、以上だからね、5万以上。 あれ、じゃあそれ、じゃあ2万から5万の間ですっていう方、パラパラ、いやそもそもお金かけてない自社でやってますっていう方どれぐらいいます？あれ、手を挙げてない方は何なんでしょうね、よくわからないけど。まあ多分金額の問題なのかな、手を挙げたくないだけかもしれないけど、いやでも大体こんな感じですけどね。一番僕はそのサーバーの会社にいた時に意識高いのは、大きな会社とか大きなサイトをやられてる方っていうのは、先ほどの PHP のバージョンとか MySQL のバージョンも非常に興味深くチェックされてる方が多かった印象があります。それで制作会社に相談してちゃんとこうスケジュールに間に合うようにやっていくっていうのが、まあ理想的なパターンだと思うんですけど、小さい方とかね、向こう側からこうセキュリティの話を振ってくれたりとかっていうのがあるので、そういう場合は対応がしやすいですよね。話が本当に早いんで、あそうですね、じゃ これが期日なんで、じゃあこれまでにこういう計画でやっていきましょうって話がすぐできる。小さいところでもあることはあるんです。はい、そういうことにしっかりこう、まあ、こちら側から提案すればしっかり返してくれるところもしっかりあるんですけど、やっぱり、それは別にうちの売り上げに関係ないからいいよねみたいな話をされちゃうこともありますよね。確かに。じゃあ実際これだけのことを言ってて、
3人ともどうしてんのかとそれだけ言ってんなら何とかしてるでしょうというあのしくじり先生並みにね今は何かしてると思うんですけどちょっと聞いてみたいんですがまずじゃあどうですか河合さん。はい、あの最近あった実話なんですけどあのカスタム投稿タイプとカスタムフィールドを作るプラグインでツールセットタイプスっていうものすごい便利なプラグインがあったんですね。で私がそれを採用してサイト作った時は無料で使えてたんですよ。それが、5年ぐらい前かなサブスクになっちゃったんですよ。サブスクになったプラグインでちょっと大変なこと起きたかったって言います？あチャラっと言いますね、はい、アドバンストカスタムフィールドプロとか使ってる人とか、はいうん、ありますね、うん、そうそうなんですよ。でそれうっかりしててサブスクになってしまってサブスクの料金がメンテナンス費用を上回ってしまったんですよ。大変ですね。それどうしたんですか？で、あのしょうがないので他のプラグインに置き換えました。ただそんな簡単に置き換えられるわけがなくて、ね、アドバンスカスタムフィールドを使ったり他のあの一番困ったのが繰り返し、で繰り返しやろうと思うと今選択肢ってスマートカスタムフィールドか、アドバンストカスタムフィールドプロしかないんですけどプロも結局もうサブスクじゃないですか。そうするとやっぱり費用が出ない。でスマートカスタムフィールドはもうメンテナンスしたくないってあの北島さん言われてるんで、でいやもう 今更採用するのもまずいだろうっていうこと で、ね、そこの部分は繰り返しフィールドが想定されてる分だけあのフィールドたくさん作ってとか、はい、そういうふうにしてなんとかあの費用も金払わねえ払わねえって言われてたんですけどそこをなんとかって頭下げて5万円ぐらい出していただいてなんとか、先週修正が終わりました。お疲れ様でした。いやありがとうございます。ちょっと貴重な話ですが小島さんはいかがですか？僕も同じパターンはありますね。自分が選んだとかお客さんが選んだんじゃなくて当時使っていた制作会社があのプラグインのライセンスを持っててでそのままその、あの制作会社さんとは契約切れちゃって、ね、お客さんどうしようみたいな話はちょこちょこお話はそれどうしたんですか？それはあのなんとか書き換えました。やっぱり書き換えた。あ、はい、そうですね。プラグイン同じようにいやあのサブスクで頭下げて使ってますっていう方っています？あれ置き換えましたっていう方います？置き換えました。あちらほら、あの置き換えられるものだったら置き換えられますよね、うん、ただあのこれね、まあ、さっきの補修を途中から受ける案件って、まあ、よく起こるんですけどこれあのワードプレスじゃなくてプラグインだったらまだ分かりやすいんですけど中に含まれているあの JS のスクリプトが有償のものだったりとかあるんですよ。オリジナルテーマとかだとありますね。オリジナルテーマとかだとあってじゃあそのライセンスは誰が持ってんだ。あとフォントですね。フォントね。このライセンスは誰が持っているんだっていうのは非常にもう保証を受ける段階で確認します。すごい確認。でもうそれが、有料のものであるっていうことをもうその受ける段階で説明して、まあ、場合によっては向こうに契約してもらうしでそれがちょっと難しいようであればこっちが契約するみたいなそういう手段を取る感じですね。ちなみにここオリジナルテーマで作ってます納品してますっていう方どれくらいいらっしゃるんですか？オリジナルテーマあ2割くらいいらっしゃいますね。ああ大丈夫ですか優勝ライセンス見ておきたいですねちょっとね、はい、ありがとうございます。他にどんな工夫河合さんはもうあの過去の失敗を今はもうこうやって直してますみたいなのあります？あのオリジナルテーマでのしくじりっていうのはやっぱりいやしくじりをどうしたかありますよねどうしたかが知りたい。いやあのもうワーニングがひたすら吐き出されるので、はいね、ひたすら直す、ひたすら直す力技、はい、あの確かにね、それとあとはあの信頼できるテーマに置き換えるっていうのありますよね。あの昔だったら本当に20なんとかとかっていう、まあ、デフォルトテーマにするデフォルトテーマの個テーマで作るか、うん、それともあの、アンダースコアーズから作るかとか、はい、うん、まあ、あのまあ、そういうのだったら割といけるんですけど僕がやり始めた頃っていうのはあの
僕そのワードプレスに来る前にあのムーバブルタイプ使ってたんです、はい、もともとムーバブルタイプだった、今も使ってますっていう方、あ、うん、意外と少ないですね。で、うん、結局あのムーバブルタイプがいつからかあのお金がかかるようになったんですね。無料版がなくなっちゃって、うん、したらじゃあワードプレスに乗り換えようかつって、するとムーバブルタイプの作り方っていうのは HTML 静的 HTML を作って変わる部分をMT タグに置き換えていくっていう方法だったんですよ。でそれと同じやり方であの静的 HTML をワードプレスのタグで置き換えていった。そうするとどん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 いろんなところで置き換えていかなきゃいけない部分が増えてきちゃって、一番めんどくさい作り方ですね。でなんかあの、で自分でもうなあのSNS の OGP も自分で書いちゃったりとか、あのイメージがあのイメージセットでこのデバイスによって吐き出す画像を書き換えたりとかっていうのも自分で全部書いてたんですけど、もう本当にバカバカしくなってきちゃって、ある時にライトニングにしちゃおうっていう感じで、あの信頼できるテーマに置き換えるっていう作業を割として、なるべくオリジナルテーマを使わないっていう方向に今は行くようにしてますね。いや今日あのそれこそスポンサーさんもいらしてますけれどもね、ここにスポンサーさんいらっしゃいます？はい、あ、いらっしゃいますね、はい、ありがとうございます。あのテーマ、それこそ信頼できるテーマを使ってる、顔が見えるっていうのはやっぱ大事だと思うので、ちょっと顔を出してみるといいかもしれませんけど、小島さんは今はこれ工夫してるっていうのをあります？僕こそさっき言ったように自分で作ることはないんで人のやつばっかり見てるんですけど、うん、あのオリジナルテーマばっかり見てるんでちょっときついですね。、うん、あのそれこそ PHP7 から8っていうのが今ちょうどエラーが出まくってやっと直し終わったかなという時なんで、あの、まあ、置き換えるところまで行ったらいいんですけど、ものすごい大量にある時が、あのお客さんが扱ってるサイトが同じパターンのサイトがいっぱいあるって時はもうちょっとお手上げになってるやつは結構あります。それどうしてるんですか？今ちょっとそのままに。どこでそれが作業があるのか、どうするのかっていう方向性をちょっと今お客さんと話しているところですね。方向性決めるのめちゃくちゃ大事ですね。そうですね、やっぱそこでなんだろう、あのなんかクライアントコミュニケーションをしっかりとって、こう、あの、まあ、このスライドもそうなんですけど、こういうスライドのようなそのこういうこれこれこういう理由があってアップデートは絶対にあるのでやんなきゃならないので、まあ、こういう、まあ、ちょっと申し訳ないんだけどこういう費用がかかっちゃうけどこれをやらないとあの使い続けられないよっていう話は、まあ、していくっていうのは、まあ、必要なんだろうなとは思います。それこそもう10年近くになるんでリニューアルした方がいいんじゃないですかっていう話は持っていったりしますね。そう、古いサイトだと言いやすいですよね。そうですね、うん、リニューアルをしませんかというあの提案で変えたっていう方ってどれくらいいらっしゃるんですか？いいですね、やっぱり一番分かりやすいやり方ですね。、はい、補助金が今だったら出ますからね。そうだからあのコロナ禍で置き換えたっていうケースは結構多いですね。確かにそうですね、だからすごいいいチャンスでしたねあの時は。確かに、それこそメンテナンスとしてはさっきあのたぬきさんのあの話のセッションでも情報を集めるみたいなことはありましたけど、あのお三方はどうやって情報を集めてますか？そのバージョンアップしなきゃねみたいな。だから僕はあの SNS で定期的にあの脆弱性を調べるようにしたり、あのそれこそなんか脆弱性ばかり扱っているワードフェンスとかそういうサイトはまあ何日かに1回必ず見るようにとかはしてます。そうですね、ワードフェンスとかはあのなんだろう、積極的に情報発信してくれているので、あのなんだろう、まだ公になる前というか、あのまあ CVE とかああいうのが本当についたら即出してくれたりとかっていうのがあるんで、まあ割とそういうのはチェックしたりはしますよね。まあ、あの僕はですね、やっぱりワードキャンプとか、あとあの普段があるワードプレスミートアップとかで知り合った人で、あ、この人は経験あるなとかちゃんとしてるなっていう人のSNS をフォローする、はい、であのやっぱりこう先ほど言われたようなところからの情報を得るのもいいんですけど、そういうところの情報って難しかったり、うんうん、英語だったりしますしね。基本英語ですからね。で、
具体性がないんですよ。だからそれが自分のサイトにどう影響するのかがわからないんですけれども、例えば実際にいつもクライアントの受託制作をしている人だとか、あとはテーマ作ってる人とか、そういう人っていうのは本当にもう自分事なんで、こんなことがあったからこれやんなきゃっつって結構こう発信してくれるんで、それを聞いて、あ、これやばいんじゃないかなって思って調べたりとか、まあ、そうしないと、なんか情報あまりにも集めすぎるとそれだけで頭いっぱいになっちゃって、いやーやべえんじゃねえかーで頭いっぱいになっちゃうので、なるべくこう具体的な情報を発信する人を、もう本当にこういう場でとにかく名刺交換したりとか、まあ、それこそ僕は10年ぐらい前にワードキャンプ参加した時に、その時にこうセッションスピーカーとか、あとブースを出してる人とかのととにかく名刺交換して、今日たぬきさんの名刺交換しててツイッターとかもすごい出してるの。 それでそういう人の情報を得ることで、まあ、重要な情報が何かっていうのを見て、でそれで収集するようにしてますね。確かに、はい、それこそお二人は情報収集した後どうしてるんですか。まあ、それこそ先ほど言われたように、なんだろう、日本で使われているのがまあ明らかに多いだろうというのは、まあこちらでこう政策側で肌感であるので、そういうものに関してはそれこそツイッターだったりとか、そういうので、まあ今だと X かなってポストしたりとかはしますね。うん、小島さんは。僕は今お客さんだけですね。自分から、まあ皆さんだいぶ発信されてるんで僕はそんなに発信力がないからお客さんには言おうぐらいのスタンスです。そうと言うってどんなこと言うんですか。危ないよって、今このプラグインに脆弱性で出てバージョンアップしないといけませんよって、まあほぼほぼバージョンアップ、自動バージョンアップされてるんですけど、中にまあ昔のやつとかバージョンアップわざわざ止めてるっていうサイトも中には持ってたりおられる制作会社さんも多いんで、まあその話は先に言ってますね。そうなんですよ。自分が作ったサイトじゃなくて、やっぱ他の人から受け継いだサイトだとか、そういうとこはやっぱり制作会社がアップデートすると壊れるからアップデートするなって言われたっていう話を本当によく聞きます。あるあるですね。あとアップデート表示自体は消してるとこありますね。そう、消しちゃうんですよね。ここはあえて手を挙げないようにしておきましょうか、はい、確かにありますね、はい、じゃあそうですね、そろっと、じゃあまあ、いろいろ、ね、お話伺ってますけど、じゃあまとめとして、補修しやすい、メンテナンスしやすいワードプレスのサイトっていうのをちょっとね、改めて聞いてみたいと思うんですけど、はい、じゃあどうですか小江さん。はい、一言で言うと自分でコードを書かないなるほど、はい、なるほど。昔は自分で十分コード書いてメンテできたんですよ。多分 PHP のバージョンが上がらなかったからかなと思うんですけど、今ははっきり言ってついていけないんですよ。技術進化についていけないなって感じてる方ってどれくらいいます。いや、そろそろちょっとバージョンついていけないぞ、ね、で、そういう時にやっぱりテーマ開発してる人、プラグイン開発してる人っていうのはある程度それが本業なので、そういう人たちに任せてしまった方が確実なんですよね。持ちは持ち屋ですな。だから僕はよく制作会社の方、僕はディレクターで制作会社の方にこう入っていただいて一緒にこう作ることが多いんですけど、いまだに制作会社の方は制作会社だから自分でテーマを作るべきだっていう感覚をお持ちの方が多いんですよね。でももう今そういう時代じゃないと思うんですよ。今はやっぱり信頼できるテーマを使った上でそこに、カスタマイズをしていく。今カスタマイズどうやってやってます。カスタマイズは私は固テーマに CSS を書くだけで終わらせちゃうことも多いですけども、コード書かなきゃいけないときはファンクション 2PHP に書くべきものをプラグインとして抜き出して、プラグインとして入れてカスタマイズするようにしています。ファンクション 2PHP に書いちゃうとやっぱりどうしてもちょっとこうそれだけ外してとかっていうのが難しくなってきちゃうので、
なんかトラブルあった時にちょっとこうメンテナンスするのが難しくなってくるので、で特に最近あのライトニングとかスノーモンキーとかスウェルとかそうなんですけど、あのテンプレート自体がものすごい難しいんですよ。昔はテンプレートちょっと見たら、あここにループがあるから書き換えとかってあるんですけど、あのスノーモンキーのテンプレートなんか僕はパッと見て何が書いてあるのか分かんないんですよね。まあ、ちょっとそこまで言うと言い過ぎですけど、あの本当にすごい難しくて、だからもうこれテンプレートいじっちゃダメだと思って、であの、まあ、スノーモンキーもライトニングも固定までコード書くんじゃなくてプラグインで抜き出してやりましょうよ、でその代わりフックがいっぱい入ってるんで、ここにコード入れたいんだったらこのアクションフックで入れるとか、ここのコード変えたいんだったらフィルターフックでやるっていう風にすれば、もし何かあったとしてもテーマ側の方で全部対応してくれるんで、自分としてはそのフックの部分だけ見ればいいんで、そうするとメンテナンスがものすごく楽なんですよ。それが自分でテンプレート書いちゃうと大変、そうしたらあのそこの部分で修正が入っても自分のテンプレートにそれがこうあのちゃんと反映されてないから、そうなっちゃったらテーマのテンプレートと自分のテンプレートを見比べて何が違うのかって見て、下手すると一部分だけ抜き出してなんか他のところにテンプレートパーツでこう抜き出されちゃったりとかすると本当に分かんなくなっちゃうんで、だからなるべく自分でコードを書かない、自分で書いたコードも忘れるくらいですもんね。私もそうですけどね、はい、いや1年前にフック結構使ってるよっていう方っていらっしゃいます。今回今の話を聞いてちょっとフックちゃんと使ってみようかなって思った方、あちらほらいますね。ありがとうございます。小島さんはどうですか。確かにあの今の話も被るんですけども、やっぱりあの正しい情報がたくさんあるあのコミュニティとかがあるテーマとかあのプラグインとか、まあ、そういうのがやっぱりあると安心できるなというのはあって、やっぱりその先ほどあってコードを全部自分で書いてるようなところってなんかいろいろ調べていくと、あ変なとこから引っ張ってきてんなみたいなサイトも多く見られるんで、まあこれから今から作るとか今からリニューアルされるんだったら、まあそういうのをまあ後から見るということになったら正しい情報があるサイトがいいなというのは思ってます。その正しいサイトの基準っていうのはどんな感じなんですか。なんだろう、コミュニティとかあと、まあ、本人がちゃんと情報発信がされてるかっていうのはちょっと基準として僕は見てますね。あのスノーモンキーでもあのライトニングとか、まあ、今日もいろいろいくつかのテーマの作者さんとか出てますけども、まあ、そういう顔が見えてるのが一番安心できますし、顔が見えてなくてもあコミュニティでしっかり、まあ、あの盛り上がってるなというかちゃんとメンテナンスされてて、カスタマイズに関しても情報発信されてるなっていうのを見ると安心しますね。確かに今日リキッドさんが新しいテーマ出しましたっておっしゃってたんで、うん、そういう新しいテーマ選ぶのもいいですね。そうですね、うんうん、確かにそうですね。田吹さんはどういうのが補修しやすい、メンテナンスしやすい、まあ、大体かぶるっちゃかぶるんですけど、まあ、そもそも情報を集めるのに日本語で集められるんで、うん、日本人作者のテーマ、まあ、それこそまあ、それこそもうキャンプに出ているような人たちは知り合えることができると、直接コミュニケーションを取ることができるんで、そういうテーマを利用すると、たとえじゃ あの自分がバグを見つけてしという時も直接言えばいいんですよ。ここになんかここ あのタイポってますよっていうのを間違ってたら言えるんですよ、日本語で。大事。そしたら直してくれるんですよ。すごい楽ですよね、メンテナンス勝手にやってくれるんで、あとアップデートすればいいだけなんで。で僕はあのつい昨日かな、ライトニングの石川さんが作られてる、うん、VK ブロックスプロっていうあのブロックがいっぱい入ってるプラグインがあるんですけど、そこで自分がやりたいことがどうしてもできないのがあったんですよ、うん、で自分でカスタマイズすればできるんですけど、僕直接ベクトルさんのフォーラムにこういう機能が欲しいんで追加してくれませんかって言ったら追加してもらって、
そしたら自分でメンテナンスしなくて済むんですよね。わかります、うん、僕もやってもらったことあります。 PHP 8.1 にしたらこんなエラー出たけどっていう話をしたりした、うん、で、あの、まあ、あの、そういうのは本当にもうなんかあのセキュリティ面のとこなんであれですけど、僕なんか本当に自分がしたいことを自分が頑張ってカスタマイズするんじゃなくて、もう作ってる人にお願いする。それいいですよね、うん、私もあのスエルのリオさんのコミュニティ入ってるんで解析の方やってるんですけど、解析でこのタグが必要なので入れといてもらえるとありがたいですって言ったら次のバージョンで入ったっていうのがあるんでそういうのができるとすごい嬉しいですよ、ね、だからそれは、ね、うん、日本語でお願いできるんですよ。そう海外でも多分ね同じことすれば入れてくれたりするんだろうと思うんですけど、それを日本語でお願いできる。じゃあプラグインはどうですか。プラグイン英語多いじゃないですか。プラグインは、まあ、でもそんなに、そうですね、多機能のものを使わないかな。一つのプラグインですごいいろんな機能がついているっていうものを使わずに、1プラグイン1機能みたいな、そういうプラグインを使っていくっていう感じですね。そうすると変えやすいんですよ。このプラグインメンテナンスできなくなった、しなくなっちゃった、どうしよう、変えられるんです。同じようなプラグイン最悪自分でも作れるんです、1機能だったらっていうのがあるんで、やっぱりこう多機能のもので1個で済ませちゃいたい気持ちはあるとは思うんですけど、こう機能を分割して1プラグイン1機能みたいな感じで作っていった方が、使ったった方がメンテナンスしやすいかなっていう。その機能を自分が把握できてるっていうのも大事ですね。そうですね、何が入ってるか、うん、小島さんはプラグインに関してはどうですか。あのメジャーなものしか使わないようになるべく。メジャーなものってどうやってなかなか難しいですけどまあ利用者数が多いやつとか、あの定期的にちゃんとあのメンテナンスされてるかっていうところはポイントとして見てます、ね、定期的にメンテナンスされてる、あのこれはもう何年もメンテナンスされてないな、あの更新期限というか更新日みたいなのが出るんで、あの古いやつとかいくらあのこれやりたいプラグインだなと思っても古いものは絶対入れないとかは気をつけてます。確かに今って古いのってもう公式に上がらないんでしょ。出ないですね。そうですね、はい、2年前以上でした、うん、そうね、2年でもちょっとね、なんかなんとなく不安なことのところはあります、ね、うん、2年じゃなくて何メジャーバージョン以内とかですよね、うんうん、とかですかね。そうそう、プラグインに関して、うん、テーマとか。じゃあコンテンツに関してはどうですか。コンテンツのメンテナンスっていうのもなんかあのせっかくのテーマなんで。コンテンツっていうと、それってブロックエディターとかクラシックエディターとか、そっち行きますか。あのすごく長くなりそうな気がするんですけど、あのどっちかっていうと、まあもちろんコンテンツに関してブロックもね、クラシックエディターもあれなんですけど、聞いてみましょうか。今まだクラシックエディター使ってるよっていう方どれくらいいます。2割くらい、はい、いやもうブロックテーマに変えましたっていう方。ブロックエディターかな。エディターですよ、テーマじゃなくて。ブロックエディター、ブロックエディター、はい。あ、意外とあれですね、どっちも使ってますっていう方いらっしゃいます。あ、結構多い。まだまだ過渡期間ありますね。過渡期間ありますね。それの件なんですけど、まあ、これから新規で作るものにクラシックエディター作るっていうのはちょっと論外だと思うんですけども、論外出た、うん、ただ昔からクラシックエディターで使ってるサイトをわざわざブロックエディターにする意味があるかどうかっていうのは考えた方がいいですよね、はい、あくまでもウェブサイトっていうのは運用する人のためのものなので、運用する人が例えばブロックエディターにした方が、なんていうかな、クラシックエディターだといろんなことを覚えなくてなんか難しいよ、更新したくないよっていう人だったらブロックエディターにして、これの方が更新しやすいですよねっていうふうにするのはいいと思うんですけど、もうクラシックエディターで普通にどん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 こうサイト更新してる人にブロックエディターにしませんかっていうのは、僕はそこまで必要ないかなっていうか、それやっちゃってお客さんに負担になるのはどうかなっていうふうに思っていて、いいですね、いろんな意見がありますが、はいはい、どうですか。それも、まあ、今なんだろう、やっぱりコミュニケーションだと思ってて、しっかりエンドユーザーさんに選ばせるというか、選んでもらう、今ワードプレスはまあこういうのが主流なんだけど、まだね、やっぱりずっと続けてきてるからこれを使っておきますねっていうのをしっかり、コミュニケーションとして、なんだろう、しておくっていう、まあ、そういうことをしておかないと今度じゃあクラシックエディターが使えなくなりましたっていう時に、なんだよ使えなくなっちゃったじゃんっていう話になっちゃうので、そこはしっかりコミュニケーションとって、あらかじめ説明しておく。もう多分これメンテナンス多分 ありとあらゆるものなんですけど、あらかじめ説明しておいた方がいいです絶対、うん、こういう懸念があるんで、
もしかしたらここぐらいで使えなくなるかもしれませんっていうのをあらかじめ言っておくと、あの向こうもあのなんて言った言わないじゃないですけど、そのもっと早く教えてくれよっていうのがなくなるんで、うん、っていうのはもうそこは言っておいた方がいいというか、もう本当にそうですね、最初の段階であのそういうことがこちら側が把握していれば、もうどんどん情報を与えていった方がいいかなっていうのはありますよね。小島さんいかがですか。あの今僕は両方の会社さんをよくブロックエディターの方もクラシックエディターの方もよく見てるんですけども、あのちょっとなんだろう不安に思ってるのが、ブロックエディター出だしグーテンベルグ出だした頃に、うん、あのあと2年ぐらいはクラシックで大丈夫ですよみたいな感じで、うん、あのクラシックエディターのプラグインとかが出てたような感じで、はい、あ2年かというふうにずっとちょっと不安に思いながら、はい、あの過ごされた方多いと思うんですけど、なんかコロナでうやむやになってまだ5年も経ってるけども何も進んでないなっていうのがちょっと不安に思っているところで、まあ、その辺をどうあの、まあ、現状に戻していくのがいいのかなという、まあ、先ほど河合さんの意見もそうですし、新しいものにもしあのプラグイン終わっちゃったらどうしようっていったところはちゃんと考えておかないといけないかっていうのは最近ちょっとよく思ってます。いやそれワードプレスじゃなくてもいいですよねっていう件はどうですか。ありますありますありますよ、あの、はい、本当にはっきり言うとお金さえあるならムーバブルタイプの方がいいんじゃないかとか、まあ、あのクラッチじゃなくて、そうですね、いやあの今の一番新しいムーバブルタイプ8ってめっちゃくちゃ便利なんで、ただ、うん、お金かかるんですよ、すごく。なんだろう、あとは、ね、今本当に CMS って呼ばれるものが、なんだろう、SaaS だったりも含めていっぱいあるんで、あのなんだろう、本当に5ページとか10ページであのホームページが欲しいですっていう人に対して、あえてじゃあワードプレスを使うかっていうところも考え直した方がいいかもしれないなっていうのはあります。お客さん、お客様に更新、お客様がそもそも更新あんましないんですっていう方っていらっしゃいます。あんまりね、あこういうことがあるからね、うん、いやありますあります、ね、あの最初やる気があって選んでも結局何の更新も上げなかったりっていうのはよくあるパターンですよね。あの新着情報ってバーンってファーストビューにあって1年間更新されてないとかホームページリニューアルしましたみたいなので終わりっていうのはありますよ ね、 ね、ありますね、やっぱり、ね、うん、そうでもそんなんだったら Wix とかスタジオで今ものすごくいいサイトが作れるんで、うん、あの かかるお金だってワードプレスであの メンテナンス費用1月に1万円2万円もらうんだったら Wix とかスタジオってそんなにお金かからないから、うん、もうそっちにしちゃえばいいじゃんみたいな、そういうのもあると思うんで、やっぱりいろんな選択肢を持った上でなぜワードプレスなのかっていう理由があってワードプレスをやっぱちゃんとこう進めないと。ならね、そう、あのワードプレス .com もありますからね。そうですね、そうですよね、今日それこそスポンサーさんにもありますけどね、うん、ワードプレスの使い勝手がやっぱり良い、まあ、なんだろう、慣れているからいいみたいなことであれば .com もあるんで、そうすると、ね、メンテナンスというか、は必要なくなるんで、うん、そういう方法もあるよねっていう。メンテナンスの必要のない環境を選ぶという、まあ、そうですね、あの結局予算があのなんだろう、湯水のように出てくるなんてことはないんで、もう月額この金額でっていうのを明確にできるのはやっぱり強いんでね、うん、ですね。昔はちょっとカスタマイズ性が効かないということで、そうですね、そのドットコムを避ける傾向みたいなのがありましたけども、うん、だいぶ時代が変わって、さっきのオリジナルのコードとか書かなくてもいいという時代になって、うん、ドットコムという選択肢もちょっと上がってきたかなって気はします。プラグインを入れられるようになったんで、ね、うん、そうですね、あのっていうかそもそもそこまでカスタマイズの必要あんのっていうこと、あの昔だと凝ったデザインとかってありましたけど、今はもうコンテンツが重要なのでそこまで凝ったデザインにする必要がないっていうケースも多いですから、やっぱり、うん、あのその辺でね、昔はこうデザインでフォトショップですごいの作って、でそれをこうワードプレスでしようと思ったら本当にもうあのフロントページ PHP からめちゃくちゃ作り込まないといけないとかっていうのがあったんですけど、今はもう固定ページでトップページバーンって作っちゃってブロックエディターでガーンと組んでもうそれなりのものができちゃうんで、やっぱあの本当に初めの導入の段階から本当にそれ必要なの、もう導入の段階、設計の段階からメンテナンスまで考えてどういうテーマを選ぶべきなのか、どういうプラグインを選ぶべきなのか、それこそ本当にワードプレスが必要なのかっていうところも考えないといけないですよね。そこから最初に考えられないと結局
どこかでエンドユーザーがまたなんか追加でお金を支払う必要になっちゃったりとかっていうのがあるので、そこは何だろう、制作側だったりとかがしっかり提案できるというか考えられるようにしておかないと、ダメかなっていうのは思いますね。結局最後はコミュニケーションっていう感じに。そうなんですよ。だから結局お客さんの何がしたいのかっていうのを聞いて、であとはそうですね、コミュニケーションを取って、実はサイト更新したいんだけど、よくよく聞いてみたら余力は一切ないとか、あるんで、いやそれは多分更新できないのでやめときましょうかこっちだみたいなのもやっぱりあるんですよ。なのでそうですね、まあ何だろう、実際SaaS から始めて、何だろう、運用とかが慣れてきて、ホームページの運用とかウェブサイトの運用とかが慣れてきて、どんどん欲が出てきたらワードプレスで作ればいいんですよ。そのがない状態でパッと始めて、じゃあできるかって言ったらなかなかやっぱできないんで、そのあたりはやっぱりこううまくバランスを取ってじゃないですけど、コミュニケーション取って、まあうまく要望をね、聞き出せるっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。確かにですね。いや結構話がまとまってきた感じなので、もうちょっと時間ありますよね、45分まで。はい、じゃあ会場の皆さんに質問なり、いや意見言っときたいみたいな俺の話を聞けみたいな方がいらっしゃったら、ぜひ手を挙げていただきたいんですけど、まず質問、あどうぞ、じゃあどうぞ行きましょうか。あマイクが、あ大丈夫ですか、言ってください。はい、質問でもご意見でも。貴重なお話ありがとうございます。私は、プライベートのサイトと、あと会社の社内ブログをワードプレスでやってて、社内のブログは、持ち前でやってるんですけど、さっきそのブロックエディターの話が出てて、そこを聞きたくて、今クラシックエディターずっと使ってて、で今回 6K に上げないとって検証してるんですけど、社内の人にその記事の書く使い勝手が変わるっていうところがすごい懸念されてて、でそのままでもいいじゃないかっていうご指摘があって、確かに使う側からしたら困ってないから、クラシックエディター、プラグインとかでも入れて従来のままでっていうやり方もありやと思うんですけど、じゃあなんでそもそもブロックエディター出てきたんだろうっていうのが出て、何かいいことがあるからとか、こっちにした方がいいからそれが出てきたと思うんですよね。で私も自身が使ってて、慣れたら絶対ブロックエディターの方が記事書きやすいと思ってるんだけど、そういうところでうまく説得させるとか理解を求めるようないいアイデアがあったらアドバイスいただきたいです。はい、ありがとうございます。困ってないからっていう理由がありましたけど、同じような理由を抱えている方ってどれくらいいらっしゃいますか。はい、あちらほらとちらほらと数人いらっしゃいますね。はい、困ってないそうです。多分クラシックエディターに関してはすごい微妙なところがあって、今は完全に移行期間なんですよね。ブロックエディターが浸透するまでので、本当は2年で終わるはずだったんです、サポートも。ただ、やっぱり利用者が多いっていうことがあって、その後もまだ続いてはいるんですけど、やっぱこれもじゃあいつサポートが終わるのかもわからない。あと、一つ大事なことは、プラグインですね。そのクラシックエディターが前提で作られていたプラグインだったりとか、それを拡張するプラグインだったりとかっていうのは、クラシックエディターの開発が終わるかもしれないっていうことで、開発をされなくなっていくっていうことがあります。っていうと、じゃあどんどんクラシックエディターが、デフォルトとクラシックエディターで本当に使い続けるとかであれば、まだもしかしたらもっと、長く使えるのかもしれないですけど、それを便利に拡張するプラグインとかは、もちろん先ほど の PHP のバージョンの話でもそうなんですけど、バージョンが上がったら全く使えなくなってしまったとかっていうこともあるわけですね。なので、そういう意味ではそうですね、今は移行期間なんだけど、そうですね、うまく、そうだな、ブロックエディターに慣れていきましょうっていうふうに、ブロックエディターが変わることは当分ないので、逆に言うとこれの使い方に慣れていった方が、今後、プラスになりますよというような話になるかなとは思いますね。
僕の意見もいいですか。どうぞ。私の会社のサイトもやっぱり同じ問題があるんですよ。ずっとクラッシュクリエイター使ってる人がいて、うん、で僕はブロックリエイターがいいよっていう話をするんですけど、いやこのままでいけるから別にいいじゃんって言われるわけですね、うん、でその時にはどうするかっていうと、あれクラッシュクエディター、あクラッシックエディタープラグインを入れても、うん、ブロックエディターとクラッシックエディターどっち使うかって選べると思うんですよ。だからクラッシュクエディター使いたい人はクラッシュクエディター使ってていただいていいんですけど、自分でこうブロックエディター使って、いやブロックエディター使ったら番組こんな簡単なんだよ、 YouTube なんか URL 貼るだけでつけるんだよ、うん、みたいなこう良さアピールをしていく徐々に、うん、徐々に、そうで、そうやって自分がやってるのをそうクラッシュクリエイターしか使ってない人が見てると、あれなんかすごい使いやすくないとか超便利じゃんとか、そういうふうなこう気持ち持って来られる方もやっぱいらっしゃるので、やっぱり、うん、こうシンプルにただテキストがあるだけだったら別にブロックリーダーにする必要なんて全然ないんですけど、やっぱりこう複数画像を貼って下にキャプション入れたりとかっていうこととかなっちゃうと、やっぱり画像ブロック貼っちゃった方がちゃんとモバイルで見た時とデスクトップで見た時で自動的に画像の出し分けもしてくれるし、やっぱり一番便利なのが動画とか貼る時にポンとやれる貼るだけでパーンってできちゃったりとか、あといろんな私は本当にもうカラムブロック大好きなんで、カラムブロックでいっぱいこうなんかレイアウトしたりとかするんですけど、あとはグループ作ってやって、で横のサイドバーに出して順番こうペペペペって変えたりとか、そういうのとかすごい便利だと思うので、そうやってもう自分でどんどんブロックエディター使って、ほらこんな便利なんだよって言ってどんどんアピールしていくっていうのでいいんじゃないかなと思うんですよね。こんなこともできるし、こんなこともできるよっていうのを、まあそうですね、見せていくっていうのは割と大事かもしれないですね、はい、そろそろ僕逆転現象を見ることが最近多くなってきたと思って、今日もいろんな若いお客さんとか、先ほどワードプレスの経験年数が1年から5年っていうことを考えると、もうブロックエディターネイティブの利用者さんも結構多いなというふうに感じてて、もう一回聞いてみましょうか。5年未満の5年以下の方、5年以下、5年前から始めました、パチラホラいらっしゃいますね。ブロックエディター5年前に出たんですよ、ね、そう5年前なんです。逆にクラシックエディターを見て何これって驚いてるシーンをちょこちょこ見かけるようになりました、ね、ありますあります。そう、はい、これが当たり前になっていく、ね、そうですね。逆に言うと、まあ、制作とかで受けている方の場合はこれが当たり前なんで、なんだろう、クラシックエディター対応できませんっていうのが増えてくる可能性が出てくるわけですよね、はい、そうですね。いかがでしょうか。ありがとうございます。まさにおっしゃったように、私自身はブロックエディター、私も15年ぐらい使ってるんで、ずっとクラシックエディター使ってて、ブロックエディターになれないなと思ったけど使い始めたらこっちの方が全然いいじゃんってそれどれくらいでいいじゃんって思いました。いやでも、まあ、1ヶ月、まあ、1ヶ月とは言わないけど1年以内半年ぐらい使ってて、あ絶対こっちの方が慣れたらいいなと思ってるので、まあ、そういう本心でこっちの方がいいとは言えると思うんですよ、うん、でもう一個ちょっと聞きたいのは、これワードプレス以外にも例えばノートも最近というか最初からのか分かんないですけどブロック型でですよね、うん、で他のシステムも結構テキストエディターって全部ブロックエディターになりつつあって、うん、はい、あれはやっぱり流行りなのか、誰がその発想したのかとかもご存知でしたら、それをもうどうですか、たぬきさん、もう説得材料使いたいかなと思ってます。そうですね、そもそもワードプレスっていうものはブログソフトから始まっているので、もう本当にもう文章を書くだけのものだったんですけど、それが、先ほどのありますけど、ウェブのその環境に合わせるとかっていうのもあるんですけど、よりエンドユーザーというか、エンドユーザーがもう本当に何だろう、一般の人、技術に関係ないか、もう今まで触ってこなかった人が使うっていう風になった時に、じゃあタグかけるかっていう話になっちゃうわけですよ。そしたらドラッグ&ドロップでそのレイアウトができたりとかっていう方が使いやすいというか、直感的に
まあ、動かせるわけですよね。っていうのがあるので、やっぱりそのエンドユーザー、まあ、ターゲットとしているというか、ユーザーがそういう層が増えてきたからこそ、まあ、そういう方向性に進んでいるんだなっていうのはありますね。ぶっちゃけですよね、はい、どうぞ。 Wix に対抗しているんじゃないですか。まあ、でもそうこういうわけでもないかなと思いますけどね、はい、結局 Excel とか Word とかあると思うんですけど、マイクロソフトさんので、 Excel のワードにタグを書くかというとそんなことないじゃないですか。見出しはするし、中央揃えはするし、その使い方ができるようになったっていうのは大きな違いというかね、進化なのかなっていう印象はありますけどね、うんうん、はい、ありがとうございます。他に何か質問、あ、どうぞどうぞ、あのマイクどちらに、あの吉田さん、 どっちでも、はい、プラグインの自動更新についてお尋ねしたいんですけれど、はい、まあ、セキュリティ面でいうと、まあ、できれば自動更新ってした方がいいとは思うんですけれど、中にはこう、まあ、自動更新されたらなんかいつの間にかサイトが止まってたとか、分かりました、昨日504エラー出てましたそう、止まってしまったりとか、あとたまにこうプラグインの開発者がなんかいつの間にか別の人になってて、なんかプラグインの機能もなんか別物になってたとかってこともまあよくあることみたいで、というので、まあ自動更新をこうオンにするのが結構怖いんですね。だその辺ちょっとどう対応されてるか教えてください。どうですか。ですね、自動更新、プラグインの自動更新は、オフでもいいと思ってます。ただそれをやるにはやっぱり先ほどもあったんですけど、脆弱性の情報だったりとかはしっかり、まあ、追っておく、あとは更新があった時にこれがどういう更新なのかっていうのを先に見ることですね。どういう更新なのかはリリースノートとか書いてたりとかっていうのがあるんで、まあ、明確にどこまで書かれているかみたいなのはちょっと怪しいところもあったりとかしますけど、まあ、一応確認することはできる、まあ、オープンソースのいいところではあるんですけど、まあ、なんならコード見ればどこが変わっているかが分かるみたいなのもあったりするので、まあ、そこは正直まあ自動更新は止めておいてもいいと思ってます。ただ自分でその分情報を集めて更新するかしないかの判断を取れるようにするっていうのがいいかなと。それこそこの間クライアントさん、仲間のクライアントさんに更新を止めてる会社さんがいて、リニューアルをするっていうタイミングなのに更新止めてるとやばいですよっていう話をしてたら、本番にリニューアルした途端にもうスパムが大変なことになってたので、たぬきさんのおっしゃるように何が更新されるか、あとバックアップ取っとくとかっていうのがありなのかなっていうのは思います。ちょっとじゃあ時間もないのでもう一人だけいきますか。ちょっと今の話、はい、いいですか。私は必ず本番環境とテスト環境を2つ作るんです。絶対それはさ、うん、で本番環境を最近だとオールインワン WP マイグレーションってあるじゃないですか。プラグインを使ってテスト環境に持ってって、テスト環境はもう常に私は自動更新しておくんです全部、うん、でそっちで問題ないっていうことが分かってってる段階で本番環境をアップデートするようにしてます。自分のサーバーの中だけではなくて、はい、なんだろう、レンタルサーバーのサービスとしてね、さくらさんとかステージング環境の機能とか、さくらとか X サーバーとかはありますもんね。そういうのを利用して環境を作ってアップデートしてみるっていうのは大事です。うん、テスト環境をちゃんと作ってますっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。えらい半分くらいですあと最近インスタ WP とかつってポンって作れるのあるから、それでとりあえず試してみる、マイグレーションしてポンって入れてバーンってやって、ダメなやつはやめとく、はいはい、ですね。ちょっとじゃあ多分ねこれからまた手がいっぱい上がると思うんですけど、ちょっと時間なので、たぬきさんこの後こっちの方に、そうですね、一応隣の交流ルームに行こうかなとは思っているので、何かなんだろう、個人的に聞いてみたいこととかあったら答えられる範囲で答えます。小島さんや河合さんもいます、うろうろしてると思います。うろうろしてると思いますのでぜひ聞いてもらったらいいかなと。はい、あとはい、ツイッター X やってる、はい、聞いておくと結構いろんな情報を出してくれてる方々なので、
いいかなと思います。なんだかんだ僕らもこう前に言いますけど、もともとはこういうワードキャンプとか、地域でやってるミートアップとか、そういうところで出会って経験を積んできたメンバーなんで、皆さんも今日いろんなご気軽にお隣の方でもいいですし、僕らでもいいですし、いろいろ交流を図っていただければなと思います。そうですね、はい、という感じですかね。はい、じゃあ皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。